はい、こんにちは、さかないです。今日はですね、スマホをなくした時に探せる設定になっているかということをですね、やってみたいと思います。スマホね、なくしたり、まあ、例えば出かけてですね、まあ、家にもしかして置いてあるんじゃないかなとか、思う時があると思うんですよね。その時ですね、実際今スマホですね、 iPhone、Android、簡単スマホもですね、スマホを探すことはできます。ただしですね、その設定がですね、していないとですね、探せないこともありますので、そこをですね、今日は確認したいと思います。スマホをですね、購入した時の、状態であればですね、探せる設定になっていると思いますけれども、私たちみたいな、まあ、年代になるとですね、わけが分からなくてあちこち触っちゃうことがあるんですね。そうすると万が一ですね、そこのですね、設定がですね、オフになっていると、探せませんので、それをですね、確認をしてみたいと思います。では iPhone から設定を見ていきます。まずこの設定です。設定のですね、一番上のこの自分の顔のマーク、ない方もいらっしゃると思いますけれども、ここをタップします。でここにですね、この探すというのがありますので、これをタップをします。それでここがオンになっていれば大丈夫です。もしなっていなければですね、これを押していただいて、ここをですね、探すをオンにしておいてください。あとですね、下の方に下がってきて、このプライバシーですねのこの位置情報サービスがこれオンになっていることを確認してください。次に Android の設定なんですけど、これ多少ですね、メーカーさんによって機種によってですね、やり方が異なります。これは Google Pixel ですので一番標準的だと思うんですけども、ちょっとですね、上に上げてここの設定を開きます。でここでですね、ここの Google を開きます。それでここのですね、セキュリティを開きますと、ここにデバイスを探すというのがありまして、ここをタップして、ここがオンになっていれば OK です。それとですね、あと一つ、この位置情報ですね、ここのスイッチがオンになっていれば大丈夫です。次にこちら OPPO の端末ですけども、こちらの場合にはですね、設定がここにあります。ここをタップします。それでですね、ここのですね、中のやはり Google をタップしてですね、このセキュリティですね、ここをタップして、このデバイスを探す、これがオンになっていれば OK です。それともう一つですね、ここのその他の設定のセキュリティ&プライバシーですね、ここの位置情報、これがオンになっていれば大丈夫です。今日はですね、スマホをなくした時に探せるかどうかの設定の確認をしたんですけども、実際にですね、探し方の動画はですね、作ってありますので、もし一番最後に出てきますので、ぜひですね、まあ、なくしてしまった時には、そちらを見ていただけるとありがたいと思います。ということで、この動画がいいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。